OK! というわけで、今日はこれから梅チャンネル、はい、気になる声の集団の中での関わり方ということで、足立桃子先生をお呼びして、こんばんは、はじめまして。今日、桃ちゃんもうちょっとこっちかな。もうちょっとこっち、はい、すいません。ゲストが来るからね。すいません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。桃ちゃんがですね、もうあの先生とかじゃなくていい？桃ちゃん。全然全然桃ちゃんじゃない。はい。あの、鈴木区の私がエクレスの施設長をしているときに、鈴木区の先生たちに対して気になる子どもへの関わり方っていう講座があって、その研修会のときに先生で来てくれたのがももちゃんでした、はい、ですごくこういう感じの可愛い感じで、あ、なんだろう、可愛いお姉ちゃん来たなと思って見てたんですけども、こう言ってる内容はすごい骨太だったんですよ。見た目に気持ちこうパンチのある、すごい見のある話をしてくださって、ありがとうございます。ね、なんか最後の方なんか会場全部がうるうる泣いてって、っていうか、ももちゃんが泣いてて、先生が泣いてるみたいな。すぐ泣く。その涙に誘われてみんな泣いて、で、終わった後、そのツカツカツカって言って、うん、すごい良かったですって言って、うん、来てくれましたね。ナンパをしましたね。ありがとうございました。あのナンパが始まっちゃいましたね。ね、本当ね、本当いいご縁いただいたなと思って、本当ですよね。一期一会って言葉を、ね、本当に感じますね。一期一会ですよ、うん、で今日はこの、ね、関係性の中から、うん、多分全国でいろいろ悩んでる先生たちがいると思うので、うん、その子どもへのちょっと気になるなっていう子どもへの関わり方について、ぜひちょっとプロの眼差しから、はいはい、お話をしてもらいたいと思ってます、はい。で、ももちゃんの簡単に自己紹介を、どんなことしてきてますよとか、ちょっと話してもらえると。はい、はい、研修会講師や、はい、あとは発達障害ですとか、はい、難病のお子さんの、統合保育や統合教育の支援ですとか、ーソーシャルスキルトレーニングですとか、あとは学習支援、学習支援、はい、あとはその保護者の方の、ケアですとかをさせていただいています。あとはあの、そういうお子さんと関わる先生方への研修会っていうのをさせていただいてます。はい、助かります。あの、心理の立場から。心理の立場から。はい。はい、ありがとうございます。はい、で、じゃあ、 あの、よくある現場の悩みっていうところで、最初話を始めていこうと思うんですけども、うん、はい、例えばね、あの、0歳、1歳、2歳、3、4、5歳ってクラスがあって、うん、0歳の子でも、なんか先生たちが見てて、あれ、うん、いや、まだ早いとは思うけど、うん、決めつけちゃいけないけど、うん、気になるねって、うん、個性かな、それとも環境かな、うん、っていうのがあって、うん、でそれが1歳になってくると、うん、割と他の子とのちょっとこう違いが出てきて、うん、で、あー、この子こういう子だよねっていうところでいくのか、ちょっと気になり続ける存在になっていくのかっていうのが、割と芽が出るのが1歳ぐらいかな。うん、そうですね。やっぱり相談も1歳児さんの先生からの相談はすごく多いですね。1歳多いんだ。多いです、すごく多いです。そうなんだ。だいたいやっぱり3歳児さんとかで来ても、うん、でもまあ申し送りでも1歳児のクラスの時はこういう感じでとかはやっぱりかなりの確率で、うん、はい、ありますね。そっか、うん、なんか私たち昔その保育の現場にいると、うん、養育っていうね、やっぱりところがあって、うん、養育に子どもたちをつなげるときにはできるだけ3歳以下の子どもは先入観になるからつなげない方がいいとか言われた時期があって、うん、気になるんだとしても2歳以上だよ、うん、で2歳になったら、うん、じゃあ気になるんで見てもらえますかとかって言って何人かこうピックアップして状況を担任が書いて、うん、で来て見てもらうんだけれども、うんうん、結構あの方たちはですね、いつもと違う人が来るとそうなんですよ、いいとこ見せる、本当そうなんですよね。いつも違うじゃんそうそう、なんで今日すごいオリコンに座ってるとか、そうなんですよね、本当、ね、で料理の先生も、あの感じだったら大丈夫ですよみたいな、うん、違うんですいつもはみたいな、そうなんです ね。だから私も、うん、あの保育園さんの巡回相談とかはさせていただいてきたんですけれども、うん、あの結構先生方が一生懸命、うん、違うんですね、今日は何かみたいな、分かってます分かってますみたいなですよね。そう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 、で逆にそれもでも子供だけじゃなくて、うん、実は大人も同じで、大人もそうなんだ、そうなんですよ。で別にその、うん、
障害とか何か持って生まれたものがあるなし関係なく、うん、やっぱり第三者に見られる、初めての人に見られると、うん、いいところを見せたいっていう心理がね、人間にはあるんですよ。いいところ見せたいんだ、うん、そうなんですよ、ちょっとね変わるんですよ。なので、うん、就労支援もさせていただいてるんですけれども、うん、その大人の方の、職場に見に行くときも、うん、こっそり最初見に行くあとなんかむしろもっと適面に頑張っちゃうね、うん、今日は桃子先生が来てるからすごい頑張らなきゃってかわいいけど大人でも思っちゃうので、向こうの、まあ、特例子会社さんとかの担当の方とかとできるだけ最初隠れて見れるようにどこからなら見れますかねとかやってやっそうなんです。もう本当に火星が見たみたいな感じで、うん、もうすっごい動き回りながら隠れまくりながら見て、そうなんだ、はい、で気づいやっぱりそれで気づいた瞬間からピッて背筋伸びて気づいちゃった、ダッダッダッって歩き始めたりして、わかるんだやっぱり。そう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 、なのでもう子供なんかもっとそうですよね。なのでこう いることに慣れてもらうために何度も足を運ばなきゃいけない部分もありますし、うん、慣れてもらうっていうことも大事ですね。そうですね。あとは一日中いるっていうことで、やっぱりだんだんみんなが私の存在とか部外者の存在に慣れてくるので、慣れてくると素が出やすくなる、うん、そうですね。なのでできる限り一日中いた方がいいですし、確かにそうでね、やっぱそういうわけで、うん、本当に気になるんだけど、うん、見てもらえない感じになっちゃう子もいて、でもやっぱ3歳ぐらいになると集団の社会性をね、うん、育むような場面が出てきて、うん、例えばみんなでこうなんか踊ったりとか、うん、なんか活動したりとか、うん、全体に対してお話をしてそこに子どもたちが答えていくとか、うん、質問するとかっていう対話の場面になった時に座れなかったり、うん、あとこう自分に言われてると思わないからふわーっと立っていったりして、うんうんうん、でそうすると一人が立つといいんだみたいになって、うんうん、こう何人か立ち始めて場がまとまりがなくなっていく、うんうん、でそうなると明らかにこの子気になるっていう子と、うんうん、ただ落ち着きがない子、うんうん、私みたいな、私とかそういうタイプ、うん、落ち着きます、うん、やっぱりそういう子たちもふわってしちゃうから、うんうん、クラスがだんだんこうなんか何ですかね、先生が別に何かまとめなきゃいけないわけじゃないとしても、うん、全体で何かをすることが難しくなる。ありますね。保育園でも学級崩壊状態になることっていうのはありますね、うん、やっぱりありますか。あります、はい、そういう悩みをね、うんうん、どこまでどう関わったらいいのかとか、うんうん、収めることがいいんじゃないけど、うん、でも子も尊重しながらの集団だし、うん、っていうのが、うん、結構やっぱり現場の先生たちが悩むところかなと思ってます。というわけで今日はそんなお話をね、はい、いろいろ聞かせてもらいたいと思ってます。よろしくお願いします。そうですね、じゃあ、ね、今のどこから行きますか、ね、ますか、うん、集団の中でこれから泳ぎ会とかの練習が始まって、うん、運動会がこれからか、もう終わったところの方が多いですかね。終わったところもあれば、うん、これからのところもあって、これからのところもあるかな。でその後遊戯会があってってことで、結構集団で保護者に見せなきゃいけないっていうね、あの時が出てきて、またその保護者が来るってことでまたこちらのね、あの気持ちもね違いますよね。ちょっとピリッとしますよね。いいとこ見せてあげたいし、集団でどうするかっていう練習の場面とかですかね、日々に困るのはね。で毎日になってくると子供も嫌になってくるし ね。最初はね楽しいっていうよりは積み重ねが大事だったりする場面も多いので、うんうんうん、そうなんですよね。そういうところが楽しさが分かんなかったりするんですよ。入退場の練習なんかもう ね何も面白いことないみたいな、ね、座って待ってなきゃいけない場面とかね、そう、もうなんかうろうろしちゃったりして、ね、そうなんですよね。まあ、まず大前提として、うんまあ、先生方に、うん、もう皆さんきっと思ってらっしゃると思うんですけれども、はい、大事なのはそういう運動会とか泳ぎ会っていうのが、うん、自分の指導力の披露の場所ではないっていうことですよね。自分の指導力の披露の場所ではないよっていう、うん、なんか私自身も、はい、その何かこう第三者の方に自分の担当した何かお子さんたちを見てもらうときに、なんだろう、かこの子はこんなにできる子なんだよ本当はっていうことも披露したいし、で、あ、やっぱり桃先生にお願いしてよかったって思ってもらいたいっていう気持ちもあるということに、ちょっとね、うん、まあ、
最初から私そう思ってんなって自分で気づいて素直だからでも、うんうん、あの違うなって、まずこれは、うんうん、あの私の能力の、あの広な場所ではなくて、でお子さんがこんなに伸びたよっていうのを披露する場所でもあるんだけれども、あるけど、うん、それ以上に子ども自身があの何かをこう一つの目標、ちょっと長期的にね、うん、目標を持って頑張ったとか、その中で楽しかったとか、うん、達成感とか、そういう楽しさ達成感を感じてもらうのがやっぱ最優先事項かな。それね、意外とね、うん、分からなくなっちゃってる。そうなりますよね、なるなる、うん、で他のクラスはあんなにできてるのに、うん、うちはとかね、あと年長なんだからとか、そうそうそう、あるあるある、うん、年長のいいとこ見せなきゃいけないのにとか、で子供たちにも言いますしね、うん、もう一番上なんだから、そうね、そんなに一番かっこいいとこ見せなきゃいけないんだよとか、発砲かけながら自分もどんどん追い込まれていっちゃうみたいなね、見せることが目的になっちゃったりして、ね、そうそうそう、まあ、うん、まあだから目的っていうかそういう場ではあるんだけれども、うん、ついそれが自分の中のこう優先順位の1位とかになっちゃってないかなっていうのはちょっとチェックした方がいい、うん、した方がいいかなと思います。逆にでも達成感を味わって成長できるっていうところに主眼を置くと楽になるかも、気持ちが、先生も、うん、で子ども自身もやっぱり楽しかったって思ってほしいじゃないですか、ね、それだけ長い時間を費やしてやってもらうから、そうだよね、うん、楽しかったってすごい、なんだろう、いろんな近隣の方が見て感動するようなクオリティにできても、子どもたちはがもし、はあ、やっと終わった、辛かったとか思ってたら悲しいじゃないですか。悲しい、うん、でちょっとなんかおよおよって思うとこがあっても、結局子どもたちが楽しかったってまたやりたいとか言ってくれたら最高に、もう最高に嬉しいじゃないですか、うん、だからあのそのちょっとこう関わりが難しい子とかがいたとしても、うん、そこは変わらない、うん、あの関わりが難しい子も、そしてそうじゃない子たちも、クラスの子たちみんながあの頑張ってよかったって思ってくれたりとか、楽しかったって思ってもらう、そこを、うん、そういう位置づけだよってことをしっかり握っておく、そう、それがあった上で、うんうん、その日々の練習の中で、うん、例えばあこの子はちょっとごめんなさい、すみませんあの、うん、3じゃあ今日ね、例えば10時から11時半までもう目いっぱい練習です、うんうん、でもこれちょっとこの子無理だなとか、うん、あとはまあ月曜日で週始めで厳しいなとか、うん、逆に木金になってくるとまたね、うん、厳しかったり、まあね、確かに木金もまた疲れが出てきて厳しかったりとかする中で、こっちもある程度そういう、なんていうのかな、融通は聞かせてあげながら、で子供に寄り添う形で、ね、そうですね、で、うん、そのこっちがある程度決めてあげて引っ張ってってあげた方がいいタイプの子と、うん、あと自分自身で決めたって感じてもらえた方があの頑張れること、あ子供のタイプにもよるか、あの集団が苦手の中にも、うん、それ結構2パターンを大きく分けるとあるかなって思うので、なるほど、うん、まずそこを見極めて、うん、であのこうしようああしようって言って、で、うん、これ頑張ればこういう楽しいことあるよって言って、こっちがこう結構レールを引いてあげて、うまくそれに乗せてあげればいい子っていうのと、でそれが結構先生方も保育士の先生方も上手にされてるかなと思うんですよね。で難しいのはその指示に従いたくないとか、指示を決められるのが嫌だっていう、そうそう、あと指示に従わなきゃいけないって鼻から思ってないとかそういうこと、そういう概念がないっていうね、そう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 、でもそうだよね、確かに保育園で自分の意思でもなく保育園に入れられて一日中いて、そこで一日中指示に従ってなきゃいけないってちょっと苦しい、確かに苦しい、そうそう、だからもう確かにそれもあるなって思うんですよね。でそういうお子さんとかの場合とかは、うん、もう結構今日はあのこの時間からこの時間までこういう練習するよって最初に、じゃあ入場の練習があって、うん、見通しをつける、うん、そうそう、うん、でその中で全部頑張るのは結構大変だと思うんだよね、だから、うん、確かに全部やんなくてもいいけど、これは頑張りたいっていうやつあるかなとか言うと、そうそう、結構ね、あのこれ頑張るとか言ったりするんですよね。でそうするとる、とりあえずそこだけ頑張れれば褒めることができるんですよ、うん、褒めどころだ、そう、本人、うん、こっちが決めさせて全部従わせようとすると、うん、できなかったところの限定法になっちゃう、確
かに。だけどもう全部やらなくていいっていう前提がひっくり返った状態にしてあげると、うんうん、1個やれたら褒めることができるんですよね。なるほど。そうなの、そうなの。で、確かにそれいいね。そうだから結構、うんうん、その自分で決めさせる相談した上でっていうのは大事だし、その相談の中でやっぱりその偏りって出てきちゃうんですよね。子供だからいつもこれしか頑張らないとか、でもちろんじゃあそこだけ完璧でいこうっていうそういう戦法でもいいと思うし、うん、あとはあでも実は本当はここだけ頑張ってほしい、このじゃあこの子のセリフはここの2箇所だからこの2箇所だけ頑張ってほしいとか、そういう時にはちょっと交渉してみるわけですよね。どう、うん、これがなんか、ね、みんな見に来るからここでビシッて言えるとすごいかっこいいと思うんだよねとか、うん、そういう交渉するんだ。そうそう、この劇の中でこのセリフがすごい大事なんだよ、うんうん、だから誰々ちゃんがこれ言えると劇が大成功するからここ頑張って見れないかなとか、なるほど、いい交渉だ。それは交渉しながら、うんうん、まあ、こっちが頑張ってほしいところにいけないかなって打診してみるっていうのは全然、はい、ありだと思うんです。あともう一個、意外にそのね、うんうん、自分で決めさせようと思った時に、うん、よく起こる出来事が、うん、全部頑張るみたいな言いがちだよね。絶対無理でしょっていう非常に高い目標を立てるっていうのはすごくあって、うんうんうん、危険だよね。そうなので、それをそのまま丸呑みにしちゃってやらせると、悲しいこと、そうできなかった時に本人も悔しいんだよね。で褒められない、褒められない。なのでそういう時はちょっとなんていうのかな、ヘルプカードとかを作っておいて、ヘルプカード、そうそう、全部その、うん、頑張りたいって言われても、じゃあ結構全部頑張るのは大人でも難しいな、先生もできるかな、じゃあ途中でやっぱりほら急に具合が悪くなっちゃったりね、すごく疲れて無理だなって時もあるかもしれないから、うん、そういう時は、まあ、お休みカードでもヘルプカードでもいいんだけど、うん、これを出せばそれを目標でやってたけど一個休みしていいってことにしようとか、優しい提案だそれは、そういう風にしとく、うん、そうすると頑張らなかった時に、うん、じゃあこのヘルプカードを使ったことにしようって言うと本人もなんかこうあんまり挫折感感じないで済む場合も多いかな。本人の挫折感を感じない配慮っていうのが大事なんだ。そう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 、だってほら達成感とか楽しさを感じてもらいたいわけだから、そっちだよね、確かに確かに、うん、でそういう中ででもそういう取り組みを続けていけば絶対にその、うん、前より運動会前、泳ぎ会前よりも頑張れる子にはなってるのよ。そうか、うん、であと頑張れたっていうその実績を作っておくことが、うん、その子自身の自信にもなるし、周りの先生の見る目も、周りの子供たちの見る目も変わってくるから、うん、そこだよね、うん、そう、周りの子の見る目っていうのが、ね、大事大事、園内のその空気感というか、うん、部屋の中のね、うんうんうん、その子のさまざまになってくるから、ね、そうなんですよね、うん、だからそういう意味でも、うんうん、いろいろその子が挫折感とかを味わわないように頑張らせて達成感をこう味わわせていくって褒めていくっていうのが、どうやったら褒められるかな、どうやったら達成感を味わわせることができるかなって考えながら、な、まあ、いろいろあの手この手で褒めるきっかけを見つけたんだ ね、 本当にそれは大事。そっかそっか、それはすごい、うん、でその限定法にならないように、うん、家庭法で生きるためにはどういうふうにすればいいかって考えると、うんうん、そうすると自分でどれにするか決めさせるとか、うん、あとはもうヘルプカードとかお休みカードとか何でもいいんだけど、うん、そういうのがあっていいってもう最初からやってあげるとか、うん、本人のプライド潰さないとか、そうそういう配慮をやっぱりしてあげる必要があるってことですね、うんうん、そうですね、うん、でもその本当に意外に子どもたちって自分、うん、その頑張って頑張ってってこっちが言っても頑張ってくれないんだけど、うん、自分で決めてごらんって言うと、いや嘘無理じゃないってぐらい頑張ってくれるんですよね、すごいけなげだわ。それこそそうなの、それこそ好き嫌いとかもすごく激しい子っていっぱいいますよね、うん、私は偏食は全然あっていいと思ってるんですけど、うんうん、そういう中ででもじゃあその嫌いなものだらけで食べれるものがありません、うん、じゃあ自分でどんくらい食べるか決めていいよっていう風にやると、でこれをじゃあ一口食べるんでもいいよってしても全部食べるとか言い出して、そうなの、意外とそうで絶対無理とか思っても、うん、全部は厳しくないって言ってもやるって言って頑張って全部食べたりとかして、もうすごい感動しちゃうとか、あるんですよね。ちょっといいヒントもらったかも、うん、食べなさいになると嫌だみたいな、そう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 、
どんだけ食べるか自分で決めなさいって言うと、へえー、そうなんだ、うん、メモしとこうかな。そうそう、どんだけ食べるか自分で決めな。そうそうそう、まあ、女の子なんかはね、うん、逆になんかこう、これが体に良くてとかじゃなくて、うん、こう小豆を食べるとお肌が綺麗になってとか、うん、人参もそのベータカロチンっていうのがあってね、うんうん、あの肌が綺麗になったり瞳が綺麗になるんだよとか言うと食べたりして、確かに確かに、あの美容系で動くなとか、うん、確かに確かに、シミが消えるんだよみたいな、そうそうそう、シミってないんだよみたいなね、そう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 、確かに具体的な方がね、そうそうそう、そういうので動ける子もいれば、うん、自分で決めることで動ける子もいれば、いろんな子がいるから、やっぱりその手を変え品を変えですね、引き出したね、うん、やっぱりね、お子さんを見て、で特にそのいろんな先生方とお話しして、その気づいたのは、皆さん何かのそのちょっと、あ、自分たちにとって困っちゃうな、これを何とかしたいなって思う行動の原因が一つだと思ってる方が多くて、原因は一つじゃない、一つじゃないです、なるほど、いろんな原因があります、うんうんうん、で私、その対処法っていうか、まあ、それこそ正解だと思ってるものっていうのも一つだと思ってる方が多くて、それも全然一つじゃないんですよね、うん、いっぱいあるかもしれない、そうそうそう、いっぱいあります、要因が重なってる、うん、あの、うん、この原因しかなくてこの対処法しかないですってことの方が少ないんじゃないかな、声かけとかはそうかもしれない、うんうん、いろんな要因があるから、うん、この時はこう声かけしましょうってできない、うんうんうん、なぜならこういう状況があるからこの時は選んだけど、うんうんうん、今は背景が違うからとか、そう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 、やっぱあるよね、あるあるある、すごくありますね、うん、で、まあ、例えば気になる子っていうのは、うん、あの別に障害を持ってる持ってない関係なく、気になる子として見ていい、見た方、そういう風に見た方がいいと思うんです。障害があるかないかで考えるんじゃなくて、気になる子っていう風に見ない方がいいのかなみたいなのもあるんだけども、うん、逆に見ることによってどんな工夫ができるんだろう。そうですね、なんか、うん、っていうかその、うん、自分の中で気になる子って見たらかえって良くないかなと思うのであれば、うん、もちろんそういう風に見なくていいと思うんですよ。だから、ね、偏見を持ってはいけないっていうのと、うん、決めつけちゃいけないけどでも気になるっていう葛藤があるような気がする、うん、あの、うん、っていうかこのままじゃいけない子、何かしてあげなきゃいけない子っていうことですよね、うん、気になるっていうのはきっとね、そうですね、関わり方の何かきっかけが欲しい、うん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 、だからそれは別に障害があろうとなかろうと関係ないから、うん、気になる子として置いておいて、うん、その糸口を見つけてしまう、なんかその気になる子って言葉自体もちょっとネガティブな感じがするかもしれないよね、うん、そしたらその言葉じゃなくて本当にもっとしてあげられることがある子でもいいし、なるほど、うん、ポジティブな子は、そう、工夫が必要な子でもいいし、うんうん、工夫が必要な子かな、何でもいい、その自分の中でぴったりくる言葉っていうのでがあれば、うん、確かにそうだね、うん、で、うんうん、なので本当にで、やっぱり年齢が低いと本当にそれが障害なのか障害じゃないかもわからないですし、分からないね、逆にもっと大人まで支援していく中で、あの必ずしも障害のそのなんていうのかな、強さっていうのかな、やっぱりいろんな段階があるんですよね、確かにね、うん、その割と軽めだなって思う子から重いなっていう方までいろいろいるんですけれども、それがその社会適応っていうのは必ずしもその障害の重さと全然比例しないんですよね。大人になればなるほど、もうそれはやっぱり本当に、あの、まあ、一個は適した環境に入れるかどうかっていうことも、その人の個性が適した環境にいられるかどうか、そうそうそう、例えば、うん、うっかり屋さんで、うっかりは柔道だけど社会性は非常に高いとか、うっかり柔道、そうしたら例えば銀行員やりましょうって言うと、うん、絶対無理だよ、そんなの無理でしょ、無理だね、そうすると銀行の中で適応できるかっていうと、うん、結構厳しい、もう最初からこう手を挙げちゃうね、無理だよ、ね、無理だけど、うん、例えばこういう人と関わって人を育てる仕事ってのはすごく向いてたりするよね、意外と確かに適応ってね、うん、そうだからそういう環境をどうチョイスできたかっていうこともとても大きいし、お水大丈夫ですか、 ありがとうございます、かわいいお水をいただいてるんですよね、でもなんかプラスその本人がなんていうのかな、ミスしないように自分で自分をサポートしていくってことも大事だし、自分で自分をサポートできるようになるかもしれない、そうそうそう、それをやっぱり長期間かけてやっていかなきゃいけないんですけど、本当の意味でのその自分で自分をサポートできるってのはどのぐらいからできるようになるの、うん、いわゆるちょっとそのグレーゾーンとか軽度の子たちっていうのは、う
だんだんやっぱりその10歳ぐらいからちょっとずつ分かってきてるかなっていうふうに思いますね、うん。私就職して気づいたわ。それもね全然あるよね。あるある、就職で気づければもう、いや、施設長になって気づいたもん、ね。ご迷惑おかけしましたみたいな。もっとみんな早くじゃ気づいて対応の仕方を学べるといいね。そうですね、うん、であともう一個本当にその環境側だけじゃなくて、うん、であと自分で自分をサポートするっていうことを、うん、まあ、ちょっとつながってるかもしれないんですけど、うん、もう一個大きいのはそうやってその人とうまくやるスキルですよね。今そのご迷惑おかけしてますみたいにすごく素直に謝れて、あ、じゃあしょうがないなってみんなが思ってくれるのか、うん、なるほどね、うん、あとはその本当にとにかくちっちゃいうちはもうありがとうとごめんなさいが素直に言えて、でその人から好かれる子、その能力の高い子に育てるんじゃなくて、うん、人から好かれる子に育てるのが特に気になる子の場合は本当に重要だなって、その社会適応ってことを考えると、うん、社会適応イコール好かれる子になること、愛される子になること、そうですね。なんかそれがなんか愛される変人を目指すとか、私クライアントさんにすごい言うんですけど、いい言葉、愛される変人ね、うん、やっぱりね、小学校高学年とか中学生ぐらいになってくると、うん、あの先生私って変ですかとか言われたりするんですよね、子供自身から。で変ですかって言うと多分変とか言われたり自分で思ったんでしょうね。だけど考えてみると変には二通りあるなと思って、二通りある、なるほど、うん、あの人から嫌われる変人と人から愛される変人がいるなと思って、本当にそうだね、確かにそうだね、うん、それで、うんうん、変じゃなく結構ね、子供自身も普通になりたい普通になりたいっていう時期があるんですよ。思ってた私は、ね、やっぱみんなあるよね、みんなある、うんうんうん、でも別にまあ、普通が何なのかっていう難しさもあるけど、うん、その子じゃなくなって何かすごくいい人にならなくてもいいし、なれないんだよね、うん、なれるんならさ、障害児なのかな、うん、どうなのかなみたいな、ぶちぎっちゃえっていうね。そうそう、そうするとその、うん、普通なろう普通なろうってしなくても変でもいいじゃんって人から愛されてればっていうふうにすごい思うので、それは先生から子供に対してもそうだし、うんうんうん、お母さんから見て子供が生きづらそうだなって思った時にも言えることだね、うん、そうだね、お母さんがそういうふうに思ってくれると、うん、あのすごくいいかなと思いますね。確かにな、学童の子たち見ててもね、うん、もう明らかに辛そうな子がいて、うんうん、集団に適応するってことが苦でしかなくてね、小学校でもいてさらに放課後もだもんね、うん、そうで、しかもね、宿題がたんまり出るんですよ。そうなんだよね、でもそれでもう疎外感みたいになっちゃって、うん、っていう時にできないからコンプレックスで自分はダメなんだって、うん、どんどんこう転がなんだかな、セルフイメージが転がって落ちていくというか、うん、でそういう時になんて声かけてあげたらよかったんだろうってすごく思っていて、うん、もしかしたらできるできないじゃなくて愛されてるよあんたっていう、うん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 、あんたはあなたでいいんだよっていうところはもう必要、うんうん、はもう絶対に必要、うん、その、まあ、保育の場で、気になる子の保育の中で一番大事なことは何ですか、一つしか選べませんって言われたら、うんうん、ね、皆さんはどう思うんでしょうかね。何だと思います？一つしか選べなくて、うん、その気になる子とかの関わりの中で大事なことがあるとしたら何でしょう、ね、きっとその方その方の答えがあると思うんですけど、うんうんうん、私が今思っているのはやっぱりその愛されてるっていうことを感じてもらうってことだな、うん、認められてる、受け入れられてるって感じてもらうことだなっていうふうに思ってるんですね。なるほど、愛されてる、認められてるっていう感覚を持てるかどうか、うん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 、でそれが何だろう、子供によってはその時にはそんなこと考えもしてないような、うん、もう本当に半分無意識で生きてるような子もね、保育園時代とかだと全然いるんですよ、ね、全然いるんだけど、だとしてもその子が高校生とか大人になった時に自分がその他人から受け入れられてたその数年間っていうのは必ずその子を守ってくれると思います。守ってくれるの？うん、あのそれはやっぱりちっちゃい子から大人まで、一番上だと30過ぎの方まで、うん、あの担当させていただいてるんですけど、うんうん、で長い方だと16年とかやっぱ10年以上になってくると、うんうん、あのやっぱりこう発達障害とかそういう生きづらさがある方っていうのは、うん、
こう精神疾患、うつ病だったりパニック障害だったり、そういうものの罹患率が障害がない人よりも高いってことはもう明らかになってるんですね。そういう影響があるね。そうなんです。で、やっぱりどんな方にとっても一回精神疾患とかになってしまうと、長引くことも多いですし、の仕事とかそういうこととかもねすごく難しくなってきたりするので、なりそうだ、それは、うん、そういうものに愛されて受け入れられて育った子っていうのはすごくなりにくいんですよね。なんでなんだろう、それは。やっぱり自尊感情っていうのがきっちりできてると、自尊感情がきっちりできていると、うん、そう、自己肯定感って言葉でもいいと思うんですけど、すごくね、その自分自身も自分らしくよく生きれるし、人のことも受け入れられるから結構うまくやっていけるんですよね。基本的な人間として自分を受け入れ、人を受け入れるってことができるから、うまくやっていけるから、そこでこうトラブルだったりなんか起きにくい。そうですね。そう、で、トラブルが少なければ少ないほど、やっぱりそのトラブル、まあ、ストレスっていうものが、精神疾患のリスクなんですね。精神疾患っていうのは、そうなんです。脳っていう臓器の病気なので、心臓病とか、肺の病気とか、そういうものと同じなんですけれども、ストレスはね、万病のもとなんで、実に精神疾患だけじゃなく、いろんなものの病気のもとにはなるんですけれども、精神疾患とストレスは非常に強い関連性がありますので、それは知らなかったね。でそもそもやっぱり自分が、ね、嫌いだと精神疾患のリスクがぐっと上がってしまうので、そっか、だからそう、人から愛されると自分で自分を愛せたりもするので、そういう意味でも本当に1個しか選べない時、やっぱり、ね、すごい大変な保育環境の時ってあるんですよね。もう園内でもこれな孤軍奮闘してる担任の先生で、保護者の理解も得られなくて、で一人ですごい何人も毎日見て、で結構ね気になるお子さんっていうのは早朝保育とか延長保育、ね、もあって、土曜日もなんか来てってことなんか知らないけど多いんですよね。でそういうのをずっと長時間一人で見て、でこうその子のためにあれしてあげてください、これしてあげてくださいってもできないとか、本当に園によってはなんかそういう特別な配慮をすること自体が差別だからダメですっていうのもあるんですよね。なんで理解がないの。絵カードは禁止ですとか、並ぶ場所を床にな、んだろう、ちょっとテープで貼ったりするのも禁止ですとか、なんか本当にいいみたいな、本当にあるんですよ。本当にあるんですよ、そういう園が。だから、でそこでもう本当に何にもできないって、深く悩んでる先生とかもたまにいらっしゃる。もうすごい辛いと思う。辛いね。もうちょっと思い出しても鳥肌が立っちゃうんだけど。悲しくなっちゃうね。もうそういう時に本当に何一つできないっていう時に、でも大丈夫、その子を先生がこう可愛いって思ってあげて認めてあげてれば、絶対にそれはその本当に。ね、例えば将来病気にならないとしたら、それは何百万円ものさ贈り物にも勝る贈り物になるわけで、人生をね、生きる贈り物になるんだね。そうだから大丈夫なんですよっていうふうに、そう、本当にそれなんですよね。で意外にこれがちょっとメンタルな、なんだろう、ふわっとした話をしてるんではなくて、本当にそれを裏付ける研究っていうのも結構あるんですよ。例えば本当にこう何の療育の知識もなくても、ただただその可愛がって育てたっていう子たちの知性がすごい伸びたとか、そういうちょっとね、その研究に感動して結構私この道に入ったんですけど、そうだったんだ。そうなんですよ。その論文読んですごい感動して、そんなきっかけになった大きな。そうなんですよ。なのでなんか愛情が一番大事とか言って、なんかふわっとしてるなって思うかもしれないんですけど、でも大事だ、ちゃんと証拠あります。でも自動養護の子供たちをね、見てた時にやっぱり愛されてる子供とちょっと違うなって感じたことがあって、そわそわしてるの、で不安でしょうがないの。そうなんですよね。でね、なんか児童養護にこうなんか寄付とかしてる人が、あの子たちは確かにその環境は恵まれてないけども、でも俺たちだって昔は親からご飯もらえなかったり、いっぱいあったのに、なんでだろう、何が違うんだろうって言ったんだよね。だ環境とかじゃなくて愛情だと思ったの、私は。親が子供のことを一生懸命思ってて、でも離れざるを得なくてね、児童養護にいる子は
ね、うん、結構あのケロッとすんのよね、うん、だけどそのご飯とか確かに服とかは全部あるんだけども、うん、でも不安でしょうがない、うん、なんかこう誰かに抱っこしてもらってないととか、うん、暴言暴力止まらないとかっていう子って、うん、やっぱりその満たされてない愛情が満たされてないっていう、うん、そういう共通点はすごくあったから、そうですね、うん、やっぱりその虐待非虐待児っていうのが、うん、発達障害とか知的障害の子とかなり似た症状を、うん、呈するっていうことがよく知られてまして、それをまあ先生によっては第4の発達障害虐待っていうふうに、それぐらい虐待によって子どもの成長には影響するよっていうことを、おっしゃりたくて、そういう言葉を使ってらっしゃると思うんですけど、すごく感謝な、うん、それぐらい本当に知的な伸び率にも関係をしてくるので、ね、それは本当にきっとそうだと思うんです。で、そうですね、その中でその愛情があればっていう中に、うん、さらにもう一つ何もなくてもできるかなっていうものが、うん、反応してあげることなんですね。反応してあげる、うん、なんかその気になる子たちに対して関わり方っていう言葉がね、今日もあったと思うんですけど、うん、確かに、そうするとこっちから発信することっていうのをすごくみんな考えると思うんです、うん、あ、伝えようとしたいね、そう、伝えよう、教えよう、うん、あ、それこそ愛情を伝えよう、このことを教えようっていうふうに送ろうとしちゃうんだけど、うん、実は送ることよりも受け取ってあげることが大事なんですね。これは名言ですね送ることよりも受け取ることが大事そうなんですよ、確かにそうだね。で、特にその関わり方が難しいなって感じる子っていうのは、うん、こっちが送ってもそれは受け取ってもらえないことっていうのがすごく多いんですよ。聞いてるみたいな、ね、そう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 、うんうん、でもう本当に何だろう、例えばじゃあこの子は全然言葉が出ない、じゃあ言葉を教えたい、じゃあね、見てこれがペンだよ、白いね黒いねって一生懸命教えたくなっちゃっても、うん、それはこっちのタイミングでやっても伝わらないんですよね。あ、うん、で逆にその子が何かこのペンを見てた時に、うん、ペンあったね、白と黒だねっていう風にその子に寄り添って、その子が感じてそうなことを言ってあげたりとか、その子が言葉にしてもおかしくないことを言ってあげたりとか、うん、その受け取るタイミングをいつも見計らってあげて反応してあげるっていうことが、だいたい難しい子はこっちのペースには乗ってくれないんで、うんうん、そのタイミングを見てこっちがそれに乗ってくっていう、すかさずそこにそう乗る、もうすぐ乗るっていうのがねそう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 が大事だから、その愛情を持って受け入れてあげること、そして、反応してあげること、よく見ていないとそれはできないことですね。そうですね、そうですね、うんうん、それは本当に何だろう、うん、恵まれない保育環境の中でもできるかなっていう、確かにできる、でもそれあるんですよ、ね、いろんなね、本当4年になってね、緊急だからね、本当にね、本当それなんですよ。でまあ、他にもちろん一般的なテクニックっていうのはすごいあって、うん、今日持ってきたかな、うん、立ち歩きとかそういうのも座ってなきゃいけない時間が長い時に、うん、まあ、こういうふうに足椅子の下とかに足のねこういうのを作ってあげて、でこれがあるとどうなる？椅子の下にねこれを引いてあげて、うん、ここに足を置いてごらんっていうと、うん、特に自閉系の子なんかはこういうのがすごい効いて立ち歩きが減ったりするんですよ。すごい、そうなの、減りますね、ここに足を置くんだっていう認識ができるってこと。そう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 、でなんかね、うん、本当にその子によるんですけど、うん、なんか目で見たものとその決められたものをすごく守りたい子っていうのもいて、そういう子にはものすごい適面で、頑張ってずっと座れたりとかします。すごい。でもう一個、うん、私がやるときこういうのはクラス全員にやってもらいます。でこれはね本当に足型を取るの、子供の。それはすごいなんか可愛い。そう、可愛いでしょ。足型を取ってあげて、うんうん、そうするとでこういう風にラミネートしてあげるんですね。うんうん、でねラミネートの感じわかるかな。テカってるね。テカってるね。でこのテカリが実はポイントで。テカリポイントなんだ。ね、自閉の子たちは輝いてるものが好きな子がすごく多くて、うん、光とか。でね、テカらせることで、うん、このただの画用紙よりもなんかこう魅力が増すみたいで。威力が出ますの。すごい、そうなんだ。うん、かつ、丈夫になるでしょ。うん、だから、たくさんならないしね。そう、ラミネートすごい大事なの。ラミネートいいんだ。そう、それで終わったら、うん、持ち帰ってもらえるでしょ。で、親とし
ては成長記録だ。そう、子供の足型可愛いなって思って、うん、私だったらちょっと取っとこうかなとかちょっと思っちゃ う, ちゃう、ね、で赤ちゃんの頃の足型はあっても、うん、意外に4歳5歳になってくると足型なかったりして、ないかもしれない、ね、そう、でも比べると足もめちゃくちゃ大きくなったなとかあるので、そうか、そうなんですよ。1年間じゃ使ってもいいのかな、使っもう1年ね、持たないと思うんだけど、でも、うん、やってもいいと思う、うんうん、あと今これこういう風にやったらさっきちらっと見えたかもしれませんけど、ちょっとこうなってはなりますね、うん、これちょっとただ欲しいなだけなんですけど、うんうん、あのこういうのをやるときに、無駄な刺激がない方がいいお子さんと、うん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 、あとこれにさやっててってもダメで、なんだろう、あのなんかポケモンとかの絵がいっぱいあって、うん、それを見てることで座ってられるお子さんとかともいて、そうなんだ、で例えばポケモン好きとか電車好きの子だったら、うん、もうその電車の図鑑並みにもここをねデコレーションしてあげて、それで例えば、うん、あの特に卒園式とかで最後までこうかっこよく座っていってほしいなってっていう時に、じゃあ別に電車見ててもいいんじゃないとか私は思う。そうそうそう、それがそのなんていうのかな、うんうん、お子さんのタイプとその時々で、こう先生のお話を聞いててほしい時にこうやってたら聞けない。ずっと見ちゃうね。ダメだよね。でこういう方がいいし、でも逆に何だろう、その。あの卒園式のね話なんて、まあ正直難しいですよ、大人もずっと聞いてるのは辛いですよ、そういうものをじゃお話はそんなに聞けなくても大丈夫かな、でも静かに座ってられたらそれでなんか最後かっこよく終わったなってなるなっていう時は、もっとすごくあの魅力的にねずっと見てられるようなものにするっていうのも、あの一つの解決法だし、なのでその座ってるってものに対して、まあ、さっき自閉の子とかでこう視覚的な刺激にすごく、うん、あのが入ってて、で決められてるルールを守りたいってタイプの子であればこういうものがすごくいいですよって言いましたし、うん、こうむしろ立ち歩いちゃうのがこう ADHD のものが強くて、で指示を聞くのが嫌だってタイプの子だったら、もうこれは嫌でしょうがないわけですよ、そんなここにね座ってろとか決められてみたいな、うん、とかだから本当にその立ち歩けないっていう理由も一つではないし、その解決策、じゃあどう対話すればいいかなっていうのも一つではないし、で同じ例えばこういうのがよく聞く子であってもこっちがいい時もあればこっちがいい時もあるっていう風に裏返したくてしょうがない人とかねあるあるある、気になっちゃってこう見ちゃういいからみたいななんかそういういろんなの、うん、本当にそう原因っていうのは一つではないし、あの対応策っていうのも一つではないっていうのは、例えば、うん、こういうことですね、時にもよるしね、そうなんです、あとはもう一個は、うん、私はあのできるだけそのクラス全員でやってもらうってことを大事にしている、差をつけないっていうか、そうですそうです、自分が違うんだって思わない、まあ、本人もそうだし、うん、本人以上に周りの子かな、そう、それですごい聞きたかったんだけども、うん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 、あのその子だけを特別扱いみたいにしちゃうと、うん、結果的に周りから妬まれちゃったり、うんうんうん、なんであの子はいいのっていう風になっちゃったり、うん、あ、お疲れ様です、お疲れ様ですっていう風になっちゃったり、うん、でなんか結果的にそのいい意味で特別扱いと思われてひがまれることもあれば、あるね、あるある、あれば、うん、逆に結果的に注意されたり声かけが多いことによって、うん、あの子はダメな子なんだっていう風になっちゃって、うん、ね、でクラスの中であの子はダメだから、うん、だから立ち歩いててもあの子だけいいんだとか、うんうん、変なこうねじれになってしまう、うんうんうん、できればそうじゃなくてみんな大事なんだけども、うんうんうん、この子のこの個性をみんなに大事にしてほしいよっていう時に、うんうんうん、みんな違ってみんないいんだよっていうのをどう子供に伝えたらいいのかっていう悩むんだけど、ね、うんうんうん、確かに確かに、これどういう風に伝えると分かってもらえるんだろう、その全部をできるだけみんなに、うん、あのやってもらうっていうのは、うん、それこそそのみんなに構ってもらう、みんながね構ってもらってるって思ってもらうってことと、うんうん、でもそのたまたまこの子はじゃあ座ってるってことを頑張らなきゃいけない子だけど、うん、絶対その子その子に目標があるでしょ、それこそあの個人個人に立てるよね、確かに、今回の例えば卒園式なら卒園式の一人一人の目標っていうのをこっちももちろん考えてあげて、うん、だけど子ども自身にも決めさせるんだよね、自分は声が小さいけれども、うん、入って返事を頑張りますとか、なるほど、うん、確かに、で目標は全員違っていい、でそれぞれ全員あるんだ、そう、それで全員がそれぞれ頑張ろう、それぞれの目標を
ですると別に座ってるのが目標の子がいてもいいし、うん、返事が目標の子もいればそれ演じ代表の子もいていいわけですよ。喋、うん、んないっていう子もいる、ね、あれやめて今違うわよ、ね、途中でトイレ行かないが目標でもいいし言えないとかね、だから僕は先にねトイレ行っとくとか、うん、そういうのもでも大人になってくるでね、うん、これから仕事だから先にトイレ行っとこうとか大事じゃない時代ねあとなんか今日長くてトイレ行けないからお腹壊さないようにしようとかそういうのも大事でしょ。緊張してるとかあるかもしれない。だから本当にその子その子に全てのことにおいて、うん、一人一人の本当は目標があるはずで、その子だけ、うん、本当に結果的に特別視になっちゃうことがないのに、うん、全員に焦点当てるっていうこともあるのかな。あのそういうふうに全てが、うん、そうですね、この子にだけやるっていう前提でまず考えないですね。なるほど、うん、基本、ね、基本は全員にやれること、全員でそれぞれその形は違えるやれることとして、でそれこそその全員で目標を今日帰りの会の時に、うん、じゃあ今日の目標っていうのをいちいち立てなきゃいけないようなクラスもあるあの立てないとちょっと大変な状態になっちゃってるクラスのこととかもあって、うんうん、で一人一人が帰りの会で今日の目標はこうだったけど一番頑張れたよとか頑張れなかったって、うん、まず自分自身にこう評価してもらったりして、それを先生がこう反抗したり記したりしてやったりして、一人一人が頑張ってる、でみんなそれぞれ違うことを頑張ってるけど全員頑張ってるからいいんだと思ったり。珍しいね。そうでも本当にね、本当に可愛い、本当に可愛い、キュンだよね、うん、本当にそう、うん、心が洗われるし癒されるし、ね、癒されるわね。本当にそうなんですよね。頑張ってる私たち毎日。ちょっとどうしよう。ちょっと待って、大事な問いかけしてしまったけど毎日頑張って、うちら目標立ってる、立てようか、うんうん、じゃあ私この時間にトイレ行かないことを目標しますどうしよう私、うん、ちょっと時間の管理を目標にしようかな。あ、それ私たち大事だよね大事だよね、うん、なんかでもそういうのがこういろんな人がいてそれぞれ頑張ってるっていうのが分かると、その座ってない子が頑張ってないわけじゃないんだっていうのが分かるので、だれだれちゃんは今こういうことを頑張ってるから応援してあげてっていうふうな言い方にすると、その応援する方に回れたりとかもするし、応援してあげてっていうね、うん、で、うん、4歳5歳ぐらいになってくると、うん、特に女子なんかは、うん、こっちの働きかけとかをすごい見ててくれて、うん、本当、うん、ちび先生みたいな感じで、あのむしろ助けてくれる、そうそう助けてくれるんですよね、うんうん、助けてくれる、確かに、うん、頑張ってるのを助けようとしてくれる風土ができてくる、でその助けてくれた子を褒める、うん、ありがとうねっていう風にやっていくとかね、空気作りね、うん、もう本当にそう、あと本当にもう空気がちょっとこう殺伐としちゃってるような時には、うん、帰りの会でそのお当番さんとかが今日は誰々が何々を頑張ってたっていうのを、あの例えば2つ言わなきゃいけないとか、うん、そういうのをお当番のもう任務にしちゃって、お当番が見るようになるのか、そうそうそう、で、うん、いいところを探そうとするっていうね、それは素敵な取り組みだね。そうそうそう、それで褒め合うってすると、うん、もうちっちゃい子たちなんて本当にね、あの空気があっという間に、これを中学校でやってもね結構難しいんですよ、うん、中学生は ね, ね確かにね、そうそうそう、でも、うんうん、保育園とかだと本当にそういうのが上手くなっていくし、ククって感じだよね。で、さらに先生も、うん、今日は誰々ちゃんがこういうのが良かったと思う、こういうのが素敵だなと思ったとか、先生から誰々ちゃんがこうしてくれたのが嬉しかったよとか、こうやっていくと、そういう褒め合って認め合う雰囲気っていうのは結構作れますね。なるほど、うん、で、あのやっぱり保育園、小学校、中学校っていうのを、うん、ま、回らせていただいて、すごい感じるのは、うん、あのクラスのやっぱ雰囲気作りは正直、うん、あの先生は大きいなっていうのは私はあの感じてます。いかももちゃんが切れてる、ごめんなさい、すぐね、はいはい、すぐすぐ、うん、で、うん、あのそのお子さんがかなり例えばこう手が出ちゃったりとか、うん、こう授業とかを妨害的に騒いじゃったりとかして、うんうん、そのクラスだけ残されて、あのしょっちゅう残ってたりとか、授業遅れてなんかまたやったりとかしても、これはみんな怒るかなと思っても、まあしょうがないってみんなが言ってくれるクラスもあれば、いやこの子の何がそんなにこの子がクラスにいたらいていけないのって思う子なのに、ものすごい邪魔者扱いされちゃってるクラスとかも正直あって、何なんだろうそれは。それね、なんか本当に私の個人的な体験からの、あの感想なんですけれども、先生自身がそのお子さんを受け入れてるか受け入れてないか、
それを子どもたちはすごく感じてると思います。それはすごくにじみ出ちゃいますね。出ちゃうんですよ。やっぱね、子どもはすごく敏感で、特に子どもはものすごい先生を見てる。なので、で、あの、言うこと聞かないことかもね、あの、すごく先生見てるんで、見てるよ、すごく。なので、あの、そう、自分がすごく見られてるってことは先生たちはすごく、あの、自覚されてた方がいいと思います。で、すっごい大変な子でも結局先生がなんだかんだその子のことを可愛がって、そして他の子の子たちとともちゃんと可愛がってると、子供たちはかなりこのクラス大変だよなって思う状況でもしょうがないって言うんですよね。そうか、そこでね、一つね、私もその若い頃に、多分あの時後半性発達障害の子が自分の担当で、で、壁舐めながら、あれね、辛すぎて向き合えなかった時期があって、であの時はチームだったので、あの、いいよって、ちょっと私たちが変わるよって言って、その向き合う時間を減らしてくれたことで客観的に見れるようになって、すごい楽になったんだけども、でももし一人担任でね、そういう子と向き合いに来る時にどうやったらその先生を救えるんだろうっていうのがすごくあって、それはもう周りの私たちの仕事ですよね、絶対。その先生が一人で、一人担任で、一人で全部抱え込んで、どんな人にもね、受け入れにくい子っていて当たり前だと思うんですよ。やっぱり人間だもん。だって人間なの、本当そう、本当そう、本当そう。やっぱりそうか。で、特にね、保育士さんとかする人って、子供がきっと好きで習っている方がほとんどだし、そうなんだよね。だからそんな子供を受け入れない自分ってことにも悩むと思うんですよね。そうだよね。でも、いいの、当たり前なんですよ。受け入れられない子があるのは当たり前。で、それを一人でこんな風に思ったらいけないとか、プロとしてこうやらなきゃっていう風に言ったら、やっぱね、もうそれをやるには保育士っていうのは長時間労働すぎるんですよ。毎日毎日だし、それが週1回1時間担当するならね、プロだからと思って割り切れますよ。確かに。だけど、それをその月曜から金曜土曜、朝から夕方までやれませんよ。確かにそうだね。だからそれはやっぱり周りが絶対手を差し伸べてあげなきゃいけないことだと私は思います。どういうふうに具体的には手を差し伸べてもらうことができるんだろう。やっぱりまずはその、本当はちょっとこれが辛いんですって、あの、言ってもらいたいですよね。言えるようにしてあげなきゃいけないし、でもそのもし上の人間であれば気づいてあげなきゃいけないんですよね。そうか、気づいてあげて、で、具体的にフォローに入ってもらったりとか、それはもう絶対必要ですよね。夕方の授業保育だったらちょっと抜けて、例えば3、4歳の担任だったら、逆に赤ちゃんのクラスの担任の先生とちょっと交代させてあげて、ちょっとその子と離れる時間を作ってあげるとか。その配慮は嬉しいね。あとはそのクラス変えられなくても一人、施設長の先生なり園長先生なりが夕方は入ってあげて、割とその子についてあげるとかでもいいと思うし、可能であれば加配とかもつけてあげて、一人で背負い込まなくていいようにっていう風にしてあげてもいいと思うし。そうか、加配をね、つけてもらうことが多分申請をすればできることも多いんだけれども、実際には保育士が今あんまりいなくて、加配に来てくれた人がよく分かってないおばちゃんだったりする。ありますね、ある。そうするといるのにいないのと一緒だったり、座りなさいって言ってキヤーってなっちゃったり、帰って大変なことになるみたいなね。で、加配の方にどういうふうに指導していいんだろうってすごく思ってた。それも時々ちょっと聞く話で、加配の人がなかなか研修まではこうね、そうなんですよね。そうなんだよね。私の場合はその巡回相談に行った時に加配の先生とも、あの、昼間に行くのでお時間取って、もうプチ研修会っていうか、やったり、あの、しちゃったりとかはしてましたけど。先生向けの研修会とかあったら最高だね。昼間ちょっと抜けさせてあげられて、昼間受けてもらうっていうふうにもするしかないですよね。どういうふうに具体的にはこう教えたり研修
何を中身を伝えてる？でも下配の場合はもう一般論じゃなくて、うん、まあ本当に一般のその例えばこう自閉とか ADHD っていうのは、うん、あの環境のでなったとかじゃなくて、うん、生まれつきですとかそういう超基本は話すけど、うん、もうこの子には今こうしててあのこういうふうに働きかけるのが良くてこういうふうに働きかけるのは良くなくて、うん、その理由はこれですみたいな感じで、うん、個別対応の仕方を具体的に伝えられるのか、ね、下配の先生だとそうですよね。その方がいいよね、確かにね、うん、そうか、じゃあ養育の先生来た時に下配の方にも、うん、ちょっと話してもらうとかね、やり方を教えてもらえるといいってことか、うん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 、助かるわそれはそうですね、そういうの絶対必要だとは思います。そうか、うん、あとはかわいそうだなって思うのは、うん、よくいるのが、うん、そのあの子を見れないのはあなたのせいよ、うん、あなたの力がないからよ、うん、何年保育士やってんのみたいなことを、うんるね、上の先生とかが言われた、うん、に言っちゃったりした場合に、うんうん、言われた先生が抱え込まざるを得ないっていう話を私も研修に来る先生たちがたまに聞いて、うん、助けてあげたい、本当にね、どうしたらいいんだろうと思う、うん、もう、うん、その会社とか保育園やめてこっち売りよみたいなね、もっといいとこあるじゃないですか、ね、そうそう本当そう、それはもう本当に、うん、でも意外とその上の人たちとかは、うん、その子がたまに関わる人だから大変じゃないのよ。そうなんだよね、愛されてたり好かれてたりして、うん、何々ちゃんって言うと来て可愛いじゃん、うん、そうすると何私には可愛いわよみたいな、うん、あなたの保育力は低いんじゃない、うん、違うよ、じゃああんたがやってみなよって、本当だよ ね、 ね、 そう、そこなんだよね、うん、どういうふうにそこら辺を理解してもらうといいんだろうね、上の人たちに、うん、そうだよね、なんかこう会社とかだと、うん、上の人たちの延長研修とかがあったりするので、そういうところでも話をするか、延長研修はでも、うん、あてかエリアマネージャー研修とかの、うん、とか会議でちょっとその報告程度で、そんなに私自身は延長研修とかさせていただいたことはないです、すいません。でも他の先生とかがやってたりとか、うんうん、いや分かった、私がそういうのであのリーダー研修の時に困った子の対応でね、うん、困ってる部下がいたら、うんうん、後輩がいたらあなたが助けてあげてくださいっていうのを言うわ。そうですね、そうそう、そういうのがすごい大事ですね。守ってあげるっていう、うん、配慮してあげるってことね、うん、やっぱり何もかもをその担任先生の一人の努力で、うん、あの何とかするってそれは無理、うん、無理だよね、しかも一人じゃない時あるでしょ、そうね、3人ぐらいね、そういうのも含めてね、その3人の仲がなんかうまくいってなかったりとか、うん、あのあの先生ごめんなさい、今先生が3人だと思っちゃった、うんね、子供がね、子供がね、うんうん、あるで、なんかね、うん、そういう子を呼び寄せる先生もいるかなって感じてて、まさかのね、この先生の時だけ明らかにその統計的な数から考えておかしいなっていうのが毎年のようになっちゃうみたいな、ああ呼び寄せちゃう、そう、なんかもうこうね、面白いね、あれね、あるね、うん、そうするとそう3人とかなってくると、まあ、相当の指導力とかじゃないちょっと神業じゃない、うん、それって本当にそう、本当にそう、どんなに研修受けたとしてもね、こういうの作るのも実は時間かかったりするし、そうですよね、本当にそう、個別内容とかもね、そう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 、だから一回その20人ぐらいしかいないのに、うん、なんか私から見て気になるなって子が5人もいるようなクラスがあってすごいなそれ、でもその先生のその指導力がもう半端じゃなかったし、こう本当にちょっとあの全ての時間を保育に捧げたいみたいな感じで、うん、もう夜もう夜の10時とかまで私といつも作戦会議が平気で、すごいね、でも毎月毎月巡回相談行ってフォローするっていう先生がいたんですけど、うん、その先生でさえもなんかそれこそもう電話とかでも先生もどうしたらいいか分かりませんとか来て、肩行くからみたいな感じとかあったり、そうだよね、したので、なかなかやっぱ複数いると、でも複数いることも多いんだよね、一人だけってもう少なくない、二人はいるよね、だって私ね、横浜で研修受けた時に、うん、グレーゾーンの子、7割のところがあるって聞いたよ、うん、どうしてどうすんのと思って、だからもうもはやその時聞いた話ではね、うん、その今、うん、特別学校、特別支援学校かな、支援学校がもういっぱいすぎて入れなくて、うん、あ、あれ、で溢れてますと、ある、うん、でその溢れてる子たちが普通の学級に行って、うん、で、なんだっけな、気になる子供、特別級じゃなくて小学校の特別クラス、
小学校の学校内通級とかそういうやつかな、うん、そうそういうところもそういうところに来てる子がむしろそっちの学校に本当は今まで行ってた感じなので、うんうん、あるよね、それは、うん、なので今まで普通級ではないそういう特別級に行ってた子たちが小学校の普通のクラスに行って、うんうんうん、なのであこれあれだ私あの幼稚園教諭の免許更新の時に聞いたんだよ、うん、そうそうだからもはやその気になる子レベルであのいちいち療育に通報しないでくださいみたいな、うん、だからなんだっけノーマライゼーションじゃなくてなんて言われるの統合教育統合教育ノーマライゼーションだって言われますよ、はい、だから、うん、あなたたちの力つけてそうでもねそれはね正直ね、うん、あるのなんかもう、うん、その特にグレーゾーンの子の方が、うん、あの幼少期にどれだけのことできるかで本当にもう道がすっごい分かれていくなっていうのは痛感してるんですけど、うん、ただもうその発達センターとかもパンパンなんですよね、うん、パンパンなんだそうだからその一般の先生にそうですだから心理の人間がこう一般の先生たちにいっぱい話をしなきゃいけないっていうのは、うん、もう結局一般の先生たちにやっていただかないと手が足りないっていうのも正直あるかなと思います頑張ろうみんなっていうことなんだそこはそう本当全力でバックアップしていきたいと思います素晴らしい、はい、バックアップお願いしますありがとうございますもういつでも喜んでそうだ、ね、時間がもう過ぎちゃったんだけども一つだけ、うん、その親御さんへの伝え方で悩んでる方たちは結構多くて、うんうんうん、保護者対応の研修伝え方の研修で絶対出てくるのが、うんうん、気になるこの親への伝え方、うんうんうん、でそれって前私ももちゃんの研修ですごい印象的だったのが、うん絶対1回目の通告は受け入れられないものだと、うんうん、どんなにいい親であっても受け入れる気持ちがあったとしても、うん、ショックを受けるから、うん、ショックを受けるねだからそれを受け入れられる速さが人によって違うんだっていうお話だったよねで伝えるってことにすごい、ね、受け持った先生たちは使命感を感じて、うん、いつ伝えるのかどう伝えるのかってなるんだけど、うん、伝えるってぶっちゃけどういう位置づけで考えたらいい伝えるってことは、うん、マストではありません絶対にやらなきゃいけないことではない、はいうん、あそうなんだ伝えられて、うん、親御さんと協力してそのお子さんの養育をしていったり、うん、またこちらが親御さんを支えるっていうことができればもう最高です、うん、だけれどもそれは最高であり努力目標であり、うん、絶対にやらなければあのいけないことではないと思いますではない、はいでまあうん、あと中にはやっぱり行っても、うん、もういきなりねあんまりショック受けずにあの受け入れる人もあのごく稀にいるんですけどいるんだ、うん、でそれがね理解してないわけでもないあの理解できてて受け入れられちゃう柔軟な人も、うん、たまに本当に素晴らしい人もいるはいるけれどもまあまあ 99% は、うん、あのなかなか受け入れられないからでもそので受け入れてもらって理解してもらうとこう、うん保育園時代までに全部やらなきゃいけないかというとそんなことはなくて、うんうん、保育園で言われたってその時は、うん、例えばとても受け入れられなかったりとか、うん、あのこう先生との仲が、うん、とか園との仲がね険悪になっちゃったりとか、うん、そういうことがあるんだけれどもじゃ小学校行って1、2年の時も担任の先生から言われた、うん、3、4年でも言われたあれってあの先生がうちの子をそういう風に見るって思ってたけど、うん、保育園でも言われた小学校1年の時も言われたまた言われたもしかしてやっぱり何かあるんだろうかでそこで気づく人っていうのも全然いるんですよ、うん、ミルフィーユだねそうそれでその最初 の、 あの保育園の先生が言っても伝わらなかったじゃあだからそれは意味がなかったかとか失敗かっていうとそういうわけではないその人が受け入れるまでの長い時間がかかる中の大事な第一石を投じたっていうこともありえる、うん、結構ねその一石投じた後の、うん、惨敗感打ち直されて、うん、私たち良かれと思って言ってるのにこっちも傷になるよねそれをね引きずっちゃう先生が結構多くてわかるそれはね心理職でさえもそうだから、うん、心理職でもそうかあるあの、うん、でも本当に絶対に誰かが憎まれ役にならなきゃいけないって言われるぐらいに、うん、どんなに素晴らしい先生でも誰かが憎まれたりとかはしますねうん、それは本当によくあることだよでそれはもう本当にまた 何時間も喋りたくなるような第2回目ぜひやりましょう、はいうん、あのなのでただそうですね、うん、今日お伝えしたいのはマストではないし、うん、あの伝わらなかったとしても別にそれは失敗じゃない、うん、聞きました皆さん使
少し楽になりましたかね、うん、あ、楽になってくれたらいいな、楽になったかなと今ね、すごいいろんなお話聞かせてもらう中でも、うん、おーって思ってメモ取りたいことがすごいたくさんあって、あ、取りきれなかったありがとうございます。なんだけれども、また喋ります。ぜひお願いしたいなと思いますので、ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。皆様ありがとうございました。ありがとうございます。